景気がいいね、盗賊さん。じゃあなめんじゃねえぞこのチビ。ほらそこ、無駄口叩かない、金出せっつってんだろ。これからだ。スライムソードいいじゃないか。さ、久しぶりに本気を出したな。うん、殺傷能力も十分。実験10秒持たなかったね。この世界には魔力がある。例えば普通の鉄の剣に魔力を流しやすいミスリルの、そこで僕はスライムに、そこで調べたところ、スライムソード調子に乗って切りまくっていたら、あれ、あと一人しかいなく、仕方ない、あとは頑張れば2分ぐらい長生きできるから。なめてんじゃねえぞこのガキ。どうだ、俺はこれでも、なんと、何、2分持たなかったね。鎧と違って軽く、音、うん、スライムボディースーツも大満足。正体のみんな、敵は撃ったよ。形見は僕が有効活用するから安心してほしい。美術品はさばけないからな。僕はまずまずの戦利品をゲットし、これが全て影の実力者。もっと治安が悪くなって、当然ゲームみたいに道を歩く。お金に美術品、奴隷かな、さばけない。これは予想外、死体じゃないな。ってことは聞いたことがある。あ、はじめは普通の人間として生まれ、放っておけばすぐに死ぬが悪魔の浄化、まさに中世って感じ。当然僕にはさばけないから、さて楽にしてあげま。この波長、かつて僕も魔力暴走が、そして魔力が、魔力暴走によってに、だが意図的に魔力暴走もし仮にこの肉体、僕はリスクなく、か、使えるな、このに、自分の体じゃないから、あん、それからは魔力をが、あーでもないこうでもないと実験に心を躍らせる日々。魔力の神髄に近づき、そろそろ1ヶ月ほど経つのか。あれ、私の体、背中は任せて、あなたは前だ。君アルファよ、気づいたか。ほらそこ、無駄口叩かない。ディアボロス教団、お前らの悪事は、ディアボ、何の、お前たちもすぐに、あと、ふざけるな貴様。レッスン、その減らず口を今すぐ黙らせてやる。皆殺しにするのは簡単だけど、偉そうなこと、かかったね。シャドウガーデンの前に立ちはだかる敵は全て排除するって決めてるの。ディアボロス教団ね。またそれか、わけ、そうだ、恥ずかしいが道が止まったかと思ったわ。道半ばだもん、
まだ折れるわけにはいかないの。まだ折れるわけにはいかないの。なんだこいつは。アルファのおかげで魔力を久しぶりに本気を出したな。彼女もうすでにスライムスーツの中。特別喜ぶことじゃないわ。当然の成果だもん。シャドウ、貴族は15歳になると姉さんもミドガルいざ出発するその日になって、なんた寝込みを襲ったとはいえ、あの相手は相当な手だれに違いない。だから仕方ない、そういうこと。あ、いや、そういうわけじゃ。言い訳してんなこっち。ちなみに僕は空気、僕は神妙な顔でベータ。はい、シャドウ様。アルファと同じエルフの少年、猫みたいな青い瞳にほどほどにって言ったのに、アルファはクレア様の痕跡を探っています。行動早いね。おそらく助けられる可能ですが。アルファがそう言ったの。はい、人質。アルファは正直言って最近はアルファとか何より影の実力、久しぶりに本影の実力者っぽい空気、しかも資料とかも集め、この石碑からはアルファもあんまり分かっていない、それっぽいの並べて。犯人は、いや、なぜ姉さんを。クレア様に。なるほどな。ご覧ください、我らが。ベータがそんな感じで半分以上古代文字だし、そこだ。あ、やべ、ずれた。そこに姉さんはいる。え、いや、うん、敵あれでしょ。それで僕が、まさかこの、ほら来た。シャドウ様の指摘されたこの膨大な資料を一瞬。演技派だなベータ。七影に伝えろ、結構は。こ、はい。主様、何でもベータにお言いつけくださいね。ここを抜ければシャドウ様が指摘。何の変哲もない森林なのに。前々から怪しいとは思っていたから。さすがです、シャドウ様。つまり泳がせていたというあらゆる可能性を考慮し。なんという資料深さ。そこまで考えていたのね。どうしよう、盗賊がいないと。ちょっと遠い。奥ゆかしい表現ね。お花を摘みに。ちょっとベータ。でもいくらシャドウ様。心配ないわ、彼は一人でやらなきゃ。どこかに盗賊いないかな。とっておきの魔力探知で調べ尽くせば。こういう時に限って。あれは何だろう、遺跡か。あ、見られた。よく気づいたな。土の中に隠れる。俺はただの見張りだ。戦う気か。わけのわからないことを。シャドウ、さっきのも。シャドウ様、その男。仲間がいたか。遅い。やはりお花を摘みに行ったと見せ。さすがです、シャドウ様。その通り。来い。ほらそこ、裏口叩かない。ディアボロス兄弟、容赦。貴様、どこ。ついに認めたわね。生きて帰れると思うな。レッスン。嫌だよ、あら、無謀ね。さっさとくたばれ。嫌だよ。さすがに少し厳しくな。ここはベータにお任せあれ。ここは任せてください。
まあ、早速だけど治療をね。もちろんです。ここは闇雲に染まるよりもまずは花火を固めるのが先ですね。助けて。行くわ。あの銀髪エルフ余計。アルファとベータ二人のおかげで久しぶりに本気を出したな。特別喜ぶことじゃない、当然の成果だもん。いいじゃない。影の男爵家の娘はこの中です、オルバ様。お気をつけください。クレア影のだな。あなたの顔。ほう。武神祭ね。実戦でも変わらないわ。お酒。私ならあと1年だ。残念だが1年後生きていないの。試すまでもなく貴様だ。ハエでもタクシだ。魔力は量ではなく。いい父を持ったな。歯のハゲだ。弟。生意気な弟よ。戦えば私が必ず勝つ。だから毎日いじめているの。かわいそうな弟だ。さてクレア影の魔力が扱いづらい。わざわざ私を連れ去って。私にもかつては娘がいた。それって脅し。素直に答える気は。さていいわ。体と魔力の不調だったかし。今は。ええ今は。何。そうね、よくわからないけど。ストレッチ、やはり念のため。あの子に何かあったら。貴様、手間。お前も、愛する小娘。オルバ様。何事だ。侵入者です。侵入者だと。わかりません。敵はおそらく死に影のようにどこからともなく。私が出る。お前ほらそこ裏口叩かない。アジトか。興奮するね、こういう場所。お前ら、何者だ。さすがシャドウ様。シャドウ、あなたが強いのはわかるけど。え、連携。さあ、3人。はい。なるほど、いいだろう。準備はできたよね。今の連携攻撃、そういえば特別喜ぶことじゃない、当然の成果だもん。よっしゃ。
ほらそこ、無駄口叩かない。貴様、この世界の闇を教えてやる。おざけ、こんなもの、恥ずかしいところに見せられないよ。あの世で後悔する。敵が止まったかと思ったわ。敵が何か仕掛けてくるみたいだわ。ここで頑張らないと。あら、無謀な。これが力だ。これが強さだ。あら、思ったよりもやるみたいね。愚か者。逃がして。おざけ。そこだ。私が止まったかと思った。そこだ。10秒持たなかったね。